皆さんこんこにちは、えー、福島民放高橋俊明競馬の話は、えー、っと87回目。はい、えー。話ですからね、87回目 <laughs>、えー。久しぶりに数字でダジャレを言ってましたけど。ということでね、ダジャレ言ってる場合じゃないん <laughs> たくさんあるんだ、今日は。もう早速言いましょう。はい、先週の振り返りからですが、えー、まずは金庫紹介からいってみましょう、こちらはジャン !4 歳ボバてんてんてんということでね。 まああのー、3着の養蜂龍かはさすがに拾えませんでしたけどもねまあまあなんとかこれはあのこの商売してたら当てなきゃいけない競馬ですけども、はいまあ、それでも順番通りにプログヌースが勝ったというのはまあまあ良かったかなというふうに思いますけどもね、えーあのー、川田君がねずっとドレッツをマークしながらという感じの競馬でねインコースから早めに並びかけるような競馬で。 思ったよりも早く動いたなって感じでしたけども勝負どころのさばき方がやっぱり目安を上げましたねえン、ー、にいたプログノススがうまくこうすり抜けるような形で内から抜け出しましたけどもねドゥレッツァの方は結果的にちょっと勝負どころで前が壁になったなというところがあってで反応の差が出ましたけどもただね5馬身っていう差はどうなんだろうスムーズにさばいていたとしても この五馬身逆転できるって感じでも全くないですしねまあ天皇賞春に向けて休み明けだしというような考え方もできるのかもしれませんけれども決して中距離が僕はダメなままだとも思ってないんでちょっともう劇的に力負けじゃないかなっていう内容だったと思うんですねまあそうなってくるとドレッツァもこうなるとね本当に四歳5は大丈夫か多いっていう感じがちょっとしてきましたはい。 まあ大阪杯にねタスティエラ、ソウルオリエンスが揃ってでこのドレッツは天皇賞、春に行くわけですけどもうーんこれ、どうなんだろうなさすがに年明け、これだけことごとく4歳、ボバが年長馬相手に勝てないとね重傷でちょっとやっぱ心配になってきますけどね3着のヨーホーレイ降はね2年以上ブランクがあってこの3着が立派さすがだなというふうふに思いますそれから白毛の早い子はは、ね、ちょろちょろっと来て4着ですけどね。あの 本当元気ですね、8歳ですけども、頭が下がるという構想でした。はいえー、続いてはフィリーズレビューですね、えー、こちらは行ってみましょう、じゃん見たのに、点点点で、点点点ばっかりですけどね、えっ、ーえー、ブプレね、えー、記憶のいい方なら、<coughs> 去年の秋のね、福島2歳ステークス、目の前で見てるんですけどね、逃げて強かったんですけど。 いやあ,のあの競馬見てると逆に 1400m がちょっと長いかなっていうふうに僕はちょっと思ってしまって、えー、印打つかどうか考えたんですけども、はい、失敗しましたね <laughs> 本当にコラソンビートがね早めに捕まえてくれるかなと思ったらばこれが捕まえられずということで、まあ、これもやっぱりエトップレが強かったからという感じがします、えー、コラソンビートにとってはちょっとショックな2着ですねこれはね何の振りもなかったですし インね、ロスなく追走してきてでしたからね。えー、という感じでした。それから3着、セシリエ・プラージュ。これもよく伸びてきたなと思います。バウンシーステップは、ね、4着でしたけども、ちょっとやっぱりスタートで後手に回ったのが響いたかなという内容だったと思います。はいえー、続いては中山ヒンバステックスですね。こちら行ってみましょう。じゃん設定必勝ということでね、えー、コンクシェルがね。 えー、花を奪ってそのまま鮮やかに逃げ切りました。けれども、もまク、あ、ナがね。ラストラン2着で新緑感がね。家から一瞬見せ場があって3着ということでしたけどもね。こちら4000牝馬が1着3着ということで、牝馬の場合はね。年長馬相手でもこうして結果出るんですよね。まあやっぱりね。そこら辺を含めても。 オークスとダービーの時計がオークスの方が早かった世代ですから、うん、やっぱりそういったところも出てるかなというふうに思います、えー、この中山ヒンバステイクスからは3着の新緑化と5着のコスタボニータが今のところ福島ヒンバステイクスに賛成表明してますけどもね他にもここに回ってきそうな感じのもいますフィアスプライドの9着ですけどもねこれはちょっとメルク人はね早めに動きすぎたなという感じでねちょっと競馬として僕は雑な競馬だったんじゃないかなというふうに見てますはい えーっと最後が、えー、先週の振り返り、三振スプリングジャンプですね、こちら行ってみましょう、ジャンプ、王者ということでね、マインネルグロンが強いな、強い、僕はお重調さん級じゃないかなって思うくらいね、本当に強いですね、ゴ、えールデュエル2着、3着、6球でね、五十嵐基地の西野 DG4 着でしたけれどもね、ちょっと道中絡まれてしまったのが痛かったなというね、そんな内容でした。はい とということで先週を振り返ってきました。ね、今週は重賞4つということでね、これも一気にいかなければいけませんのでね、早速予想に入っていきたいと思います。まずは、<laughs> 中山の皐月賞トライル、3着まで本番への優先出走権が得られるスプリングセクスでね、こちらは行ってみましょう、じゃん悲願へ正念場ということでね、悲、ま、願、あ、というのは国枝調教師の悲願ですけどもね。 牝馬三冠2頭も出してますがおスんのクラシックには縁がないということでね皐月、うん、賞もダービーも菊花賞もまだ勝ってないそして国枝先生いよいよクラシック挑戦は今年と来年のもう2年だけなんですねで今のところうん権利が取れたという馬もいないんでこのやっぱシークスペースがね2勝2勝です2戦2勝ですけどもこれがやっぱり権利取って まずは出られるようにしないと挑戦するチャンスがないということになると思います。えー、まあね先生はあのうんまあ来年なアモン内の初子で勝つから大丈夫だよって<笑>,笑うんですけど、まあでも今年からねあの今年もう行ってもいいわけですから。 このシックスペースがどういう競合をしてくれるかということなんですね。あのー、新馬、柊章とね、えー、マイル戦を連勝してきてます、えー。非常にね、スピード能力があって、折り合いもついてセンスがあってというのはね、この馬の持ち味ですね。えー、絆三クらしい、そういったタイプだというふうに思います。えー、まあ先生にね、えー、マイルで勝ってきてるけど、距離どうなんですかって言ったら、まあ18なら問題ないと思うしな、と。だから、ちょっとやっぱりここのところをこう、 体がが伸びてきた感じがあるっていうんです、ね、でやっぱ体験が少しこうゆったりしてきてまあその辺り見ても距離はこなせるんじゃねえかなっていうような感じでね伸びて良さそうな感じがしてきたということなんですね、えー、まあお切りの動きなんかもね文句なしですしまあ少なくとも中山の小回りでねある程度こう前につけて器用に運んでということになればまあそうそう崩れることはないんじゃないかなというふうに思いますね。 正直言ってね、ここで負けると楽しみなくなっちゃうよねって話をしたら、そうなんだよなって。やっぱちょっと楽しみつなげてもらわないとなって。まあ、最悪、やっぱサウションの権利取ってもらわないとなっていうようなね、そんなお話でした。全く同じだと思います。はい。えーね、今回ルメールフ氏ですし、まあ、そこはそつなく立ち回ってくれるんじゃないかなというふうに思います。 まああの正直言えば先の楽しみを残す意味では3着までに入って権利というんではなくてねここはスッと勝って3連勝で本番に向かってほしいなというふうに思いますし僕はこの相手関係ならばそれができるんじゃないかなというふうに思ってますえシックスペンス本命ですけどもねえ対抗が純ゴールドですねまあこれは形勢杯で期待したんですけどもねちょっとやっぱり 2000m で折り合いをかきましたよね まあ、折り合い変えたにしてもちょっと12着だらしがなかったなっていうところはありますけれどもまあ今回はね量席のある1800メートルに戻ってまあ再打ち枠ですからねうんまあ抑える競馬を覚えさせたいところかもしれませんけども権利確実に取るっていうんだったらまあ先手取っちゃってもいいのかなっていう感じもしますしそこはやっぱりこう馬のリズムでっていう競馬をしてくるんじゃないかなっていうふうに思いますその辺りは坂井隆関手。 えー、抜け目なくというところだと思いますんでねまあ能力は間違いなく上位ですからここは巻き返しが十分あるかなというふうに思ってます、えー、3番手ルカランフィーストですね前走の若竹将不良馬場をね外から一気に追い込んで差し切りましたけどもねあの陣、ー、営は本質的には両馬場の方が向くというふうに言ってるんで 前回、道悪が向いたからという感じの競馬ではなかったというふうに思うんですね。はい、あのこの馬の決め手というのは、十分評価できるんじゃないかなというふうに思います。このが3番手ですね。ちょっとね、穴馬で注目しているのが、チャンネルトンネルという馬なんですが、えっ、ー、と、新馬を勝って2戦目のジュニアカップ、まあ、これは好位から伸びて2着だったんですが、この時のマイル戦の1分32秒9という走破動計も非常に速いですしね。 まあ前走の一生からさこれはもう確実に勝てるかなというふうに思ってたんですが中段のインコースでじっとしてたんですが最後まで前がさばけずということでちょっと力を出せなかったんですねで今回ねもうとにかく追い切れの動きが素晴らしいんですよラスト市原の反応がねえ11秒1だったかな素晴らしい反応を見せてまだねこれあの堀内先生の話だと 緩いところがあるんで、本当に良くなるのは来年かもしれないっていうような、そんな話でしたけれども、でも少なくとも現状でもね、十分戦えるだけの能力はあるんじゃないかなということでね、その意味では、僕はちょっとこれも穴までとして狙ってみたいなというふうに思ってます。えー、あとはね、えー、ウォーターリフト、まあ、実績上位ですが、ただね、ちょっと追い切りの動きは地味だったかな、も、ま、う、あ、やっぱりずっと使ってきてるんで、あんまり上がり目がないんでね。 まあ今回は戦ってきた相手が少し楽になりますけれども、そこでどうかというところだと思います。まあまあ、末足の剣術味は評価したいところですけどもね。あとは連勝中のペッディグリーニそれと新馬ばったばかりですけれどもね、能力を秘めているスティンガーグラス。この辺りが圏内になってくると思います。いずれにしても、ここはシックスペンスからというところですがね、ちょっと穴狙いの方にはチャンネルトンネルという感じでお勧めしたいというふうに思います。はい。続いては、 えー、阪神大笑点ですね、はいこちら行ってみましょう、じゃん、今回は関西場ということで、今回は関西場って、何のことじゃった話なんですが、ブローザホーンがね、あの中野英二長女子が引退ということで、えー、関東から今回は関西の吉岡球舎に移籍しての初戦ということで。 えー、関西米として出て出くるわけけですけどもね、まあ、やっぱりこの馬の決め手に注目しました、えー、日経紳士衆杯ですけどもね、これは、あのー、それこそ、ね、再々言ってます、4歳、ボバ勢がね、菊花賞の上位組含めてなんとか出てたわけで、この辺がサボーナ含めて、2、3、4だったかな、サトノグランスとかね、これを外から一気に差し切っちゃったのがこの馬だったんですね。 であの京都大商店がね、辛抱サイドで、そのアクシデントをげだったんで、どうかというふうに思われてたんですけれども、やっぱり強い競馬をしたというかあの。札幌日経オープン2600メートルの競馬の時がこれがもうね、大楽勝の競馬だったんですよ。ですから僕はこの2400超えるような距離になるとね、あのスタミナが非常に生きてくるタイプじゃないかなというふうに思います。えー、3000m 望むところですし まあ、いい枠引いてねあのじっと足を溜めてという競馬ができるというふうに思いますし、ねまあ、3000ならもう少し流れに乗れるかなというふうに思いますね。えーまああのー、状態いい意味で平行線いい状態キープしているというふうに思いますし、ね、ここはやっぱりこのまあ活用ですと天道賞春が楽しみになってくるなというふうに思います。 相手がテオロイヤルですね、えー、こちらはダイヤモンドステークス、サリエラが粘るところを最後、外からねじ伏せて競り勝ったという競馬ですねあ。この時ね、僕、は初イストある本命を言って、田辺騎士に期待してたんですけどね、田辺記者は、まともならテオロイヤル楽勝するんじゃねえのって言ってたんですけども、まあ、やっぱり長い休みがありましたけれどもね、ようやくテオロイヤルがまともになったんだなっていう、た <laughs> い終わってから思い出すんですよね、そういうことってね。はい。 えー、まあまあ、あのー、3000メートルを超える競馬では、ね、安定してますし、天皇賞をはるで3着になった実績もあるまでし、ねまあ本来の力を取り戻せば、やっぱりここも上位争いかなというふうに思います。で、3番手がディープボンド、えー、このレースにはなんと4年連続出走ですね、えー、4年前と、あれ ?4 年前じゃねえな3年前なのか、3年前と一昨年ですね、えー、阪神大賞で連覇して。 去年は、ね、このレースで5着に敗れて、いや、衰えたかなと思ったら、天皇賞晴れで2着に巻き返されて、ちょっと騙されたなというふうに思いましたけども、えーまあ、今回もね、あの体勢整ってますし、この3000メートルのこの阪神の舞台がね、まあ、ベストですよね、この舞台で g 1があったら、g 1 1つぐらい勝てるのかなというふうに思うんですけどやっぱりね、年齢的に7歳になったとはいえ、この相手ならというところだと思いますね。 で4番手がようやくここに4歳馬が上がってきますけど、サボーナですね。菊花賞5着、日経新秀杯やブローザ本ン相手に2着ということで、まあ、この馬あたりがここでいい競馬できないんだと、本当に4歳馬,馬は大変だなという感じがしますよね。天皇賞春のこの長距離路線でもあの。相手なりにしぶといところがあって、で、どんな競馬でもできてね、動きたいところで動けるという、そういった器用さもある馬なんで、崩れはないと思いますけどもね。 ここで勝てるかどうかというのが正念場になってきたなというふうに思います。はいえー、それからシルバーソニック、ねえー、去年の天皇賞春3着以来で、ね、ブランクが空きましたけれども、まあ、ある程度力があるまで仕上がっていれば、ね、3000m 以上ならという馬だと思います。それからあスタミナ豊富なワープスピード、それから、ね、高野球舎のディアスティマですが、まあ、前回あたりはちょっと絡まれて、ね、厳しい展開になっているんですよ。 今回はね、これ意外とすんなり花切れるんじゃないかなというふうに思うんですね。多少の衰えは感じますということなんですが、状態はね、いいんで、頑張ってほしいですというね、そんなお話でした。自分の競馬ができれば、まだまだ見限れないところがあると思うんでね、このディアスティマまでをマークしたいというふうに思います。いずれにしてもここは、ブローザ・ホーン・テオロイヤルというね、5歳、6歳が協力かなというふうに見ております。はい。えー ここからは土曜日のレースになりますね。はいまずはは中山フラワーカップです、はい、こちら行ってみましょうじゃん津村手応えということでね、えー、ミ宮ネーロですけどもお姉さんにねファンタジーステークスを買った店入れて描いてこのお母さんの血統っていうのはねほぼクズが出ない。 活躍馬をコンンスタントに出す、えー、ドラメンテ3区でね、あの新馬勝った時ににむら騎手乗ってましたけどもね、もうこの時もイン馬ですよって話をしてたんですね、名の話をこれ5着に敗れましたけれどもね、出遅れて直線も振りがあってということで、ね、不完全燃焼のレ0秒2差だったんですね、追い切りにむら騎手乗って、いやー、よくなってるねーってね、今、前は切れるって感じじゃなかったけど、今、すっと反応するし、これは楽しみですよ。 多分ね大きいところをこのままでいけるんじゃないかなって、まあだから要するに、勝てるとは言えないけどね、大きいところを狙っていけるだけのものを持ってるまだということでね、非常に手応えを感じていましたし、まあ確実に成長してますしね、まあここ、もう実際一生クラスのメンバーですから、あの能力出せれば僕は勝ち負けじゃないかなというふうに思ってます。で、相手がね、カンティアーモン、えー、デイリーハイ2歳ステイクサークスは6着、これはね、道中ずるずる下がっていく、ちょっと不思議な競馬だったんですよね。 あのー、シンバーレコード勝ちしてますしスムーズならというところだと思いますそれから前回、サスケーバでねでいい,いい結果を出したカニキルこれも、ね、なかなかいい決め手持ってますそれから、水野心崩れがないホーザボーイズさらに花切る警防をしてくれれば、ね、僕は巻き返しがあると思うラビットアイですとか先行力のあるエルフストラックそれから両血マルコタージュといったところこの辺りが圏内になってきますがいずれにしてもここはミアネーロ、ね。 思えば中山金牌で期待に応えてくれた津村しゅうもう一丁頑張ってほしいなと思ってます。はいえー、最後はね、えー、中京のファルコンステークスですね、これはちょっと褒めばだけいきましょうか、えー、土曜日ですけどもね、いってみましょう、じゃん !1400 メートルならということでね、シュトラウス、あの朝日ヒフューチュリティステークス、大外枠から暴走気味に逃げてしまいました。もうあれは、ね、僕ははね僕っっきり言ってしまうけど上記の判断ミス あんなもうね、追っ放してあんな競馬して、あれでペースそんなに速くなかったって、えー、って思うような競馬でしたから、あのー、1 4 0 0メートルならば、多少行きたがっても、自分のリズムで競馬できれば、僕はこのままやっぱ能力が1枚上だというふうに思ってます。えー、2番手以下はこの辺に出てますんでね、いずれにしてもここはシトラウスからというところです。はい、えー、ちょっとね、最後は駆け足になりましたけれどもね、いよいよ来週は高松宮記念。G1 始まります。そして次の週、大阪杯。 からドバイ国際競争それが終わったら福島競馬ですもん早いな春は、はい、頑張りたいと思いますまた来週です。